よし、君は村長や。ルシル、体術繰りもいよいよ大詰め。我が輩たちもやる気にあふれておるが、どうやら体術の完成には周りにきれいな水を押し入れる必要があるようなのだ。体術も作物と同様、育てるには水が必要ということだろう。体術なれば水も泥水ではいかん。あ、それでさっきのアイテムで水をきれいにするのか。なるほど。ミミズンから聞いた話だが、体重にふさわしいきれいな水は湿地帯の地下深くになる湧いているという。あ、違ったわ。それが地味かなが湧いています。そこできれいな水探しをお主に頼みたい。我が輩たちはその間に建築を進めておくぞ。さあ、まずは地図をよく見ながらきれいな水を探し、乾きの壺で汲んでくるのだ。わかった。オッケーやでー。そうそう、湿地帯のことはお主に協力的と噂のトマト大好きオークに聞くと良いかもしれんぞ。オッケー。さっきもね、聞いてねえもん。意味なかったよ。まあいいや、きっと。あ、ちょっと待って、もう一つ食やそう。なんで？キミズ、キミズどうしたん？作語知り失礼。レシル、ジャコと話して大樹に力を与えるための風の雫をひらめいたんだね。なんだかすごそう。大樹にとてつもない力が宿りそうだね。しかし素材の一つにある始まりの一葉、始まりの一葉というのは一体？でもきっといつかどこかで見つかるっす。それまで設計図の組み立てを進めるっすよ。じゃあその間にレシルとシドウは最後の花の種を探してきてもらえないかな。湿地帯を西に進むと小さな岬があって、その先の小島に花の種はある。まずはワープで湿地の入り口に行くといいよ。そこにいるオオネズミにも話を聞いてね。ではお願いします。最後の花の種を探してきてください。オッケー。どっから行こうかな。マークがいっぱいあるな。どっから行こうかな。もう奥さんに話聞かずに行きます。ここを掘れということか。なるほど。ちょっと待って、大丈夫なの？大丈夫なのこれ？大丈夫なの？大丈夫なのこれ？大丈夫なのこれ？空に置くやん。え、大丈夫なのこれ？死なへん私。ここやな、ここ掘れと。違うな。ないやん。どういうこと？やばい、わからん。やっぱね、あいつに聞こう話を。しる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 。うおお、知るかと思った。すいません、お話聞かせてください。おいおい、人間ども、まだうろちょろしてんのか？ここはお前らの庭じゃねえんだぞ。で、今度はなんだ？綺麗な水でも探してそうな顔しやがって。この島の水は腐り風の影響でほとんど腐ってる。だが湿地帯の地下に綺麗な水があるらしい。さすがの俺もどこにあるかまでは知らないが。なんやね、やっぱ意味ないやね。南の沼地の高くなった場所に人間語で書かれた看板があってな、読んでみると手がかりになるかもしれんぜ。へえ、なったんや。あー、ちょっと。ピー、看板。看板に文字が記されている。ここからの飛び込み危険。しかし飛び込む恐怖を超えた先に求めるものはある。見てない？ウトルブクジャスか。なあレシル、この意味深な言葉は何なんだ？ドルトンは湿地帯のどこかに綺麗な水が隠されてるって言っ
ってやがったが、それにしてもこの看板、立ってる位置が妙だよな。まるでこの先に何かあるみたいだぜ。よし、飛び込むか。飛び込んで、でもどうだ。あ、ここか。ここやろ。なんか切れそうやん。で、これで組むんやな、ここで。組めたかな、これ。ここやな、多分。なんか、水源がすごいことだ。あ、ここや。ここやな、絶対。違うわ、ここやわ。ここでしたか。汚い水を潜ってみたら、妙なところに出たな。ん？この水、なんだかそこらにある水より青っぽいぜ。青っぽいの綺麗なんや。じゃあいただきましょう、これな。よいしょー、いっかんじゃっちゃい。ちゃいやちゃい。水を手に入れたぜ。およっ。お、乾きの壺で水を汲んだんだな。これがドルトンが言ってやがった綺麗な水ってやつなのか。よし、だったらこの水村に持って帰るとしよう。後のことは俺は知らない。村に帰ったらドルトンに聞いてみようぜ。オッケー。あはん、わほん。もう行こう。あ、そうや、その前にここの目的地も行ってくるかな。名薬の桃色の花は生命のきらめき、きらめきは岬より先の地に。この向こうか。オッケー、あの島やな。行くぞー。なんでなんでマントが開かなかったんですか。なるほど。ほっ、けたか。無理やったんや。さあ、暗いな。すげえ。戻っていきますか。音楽すげえ。あっちかな。あ、マークあっちやん。違うな。あ、おったおった。アリンコがあるぞ。お、中やな。あ、そこにもある。これかな。行っちゃおう。アリンコ行ってみよう。一回アリンコ行って、それから左行くか。怖いな、ここ。あ、これこそ。良さそうだな。はい、ゴート。よし、やったれ。はーい、シャドウプリー。オッケー。まだなんかあるぞ、絶対これ。何があるんだ。宝箱でしたー。何それ何それ。肥料かい。しょっぱいや。あ、でもこの道順で合ってたわ。ショートカットしなかっただけで、ただの肥料ってのが辛いな。あ、スライムも迷惑の主なんや。では皆様、最後の種をいただきに参りましょう。あれ、人間じゃないか。人間がどうしてこんなところに？へえ、君はピッターなんだ。新しい体重に力を与えるために花の種を探してるんだね。この島にはね、人間が住んでいたんだ。鎖風から花の種を守るために。でもその人間はずっと昔に死んじゃった。人間の寿命は魔物より短いからね。僕はね、その人間に頼まれて、君みたいな人間を待っていたんだ。
島の人たちはビルダーが島に絶望をもたらしたって信じてたけど、僕はそうは思わない。花の種は僕の後ろの滝の裏に隠してあるよ。欲しいなら持って行ってね。赤い水大丈夫ですか？大丈夫ですか？怖いんですけど。こちら行こうか、怖いから。ほっ、あ、大丈夫。そうって言ってんの、失敗しとるよ。どこやね、あったあった。見えねえ、マジ見えねえ。それが最後の花の種か。これで3つ全部だな。なあレシル、村に戻る前にもう一度あのスライムに話を聞いてみようぜ。またか。わかったわかった。行くわ。ビルダーさん、花の種を手に入れたんだね。これで名役の花の種は全部だよ。何しとんねん君。全部集めたって何しとんねん。ついに新しいビルダーに3つの花の種を渡すっていう三種族の盟約が果たされたんだ。すごいな、種族間で連絡が密やな。僕人間でもオネズミでもリリパッドでもないけど、なんだか嬉しいよ。そうだよな、盟約関係ないしな。よう連絡取ったな。昔島には何もなかったんだけど、どこからともなく現れたビルダーが最初の大樹を作ったんだって。そのおかげでモンゾーラは実りの島って呼ばれるほど発展したってわけさ。でも大樹を作ったビルダーも恵みをもたらしたかっての大樹もいつの間にか悪者にされちゃった。僕知ってるよ、こういうの皮肉って言うんでしょ。イニシエのビルダーは大樹を作った後、次の島に渡ったらしいけど、一体どんな人だったのかな。うん、なるほどね。よし、戻ろう。今度こそ戻るぞ。ん？なんか逃しとるかな、これ。前に戻るのやめ。この辺か？あー、パズルだね。危なかったね。よっしゃ、行くぞ。水かな。水やな、多分な。雲になってるやん。あれ？雲になってるよ、なんでなん？あー、もう一回首にからかな、これ。組んできてるわ、どういうこと？うわっ、ああ、素晴らしい。綺麗な水を汲んできてくれたのだな。あとは大樹に登って目印がついてる4箇所に汲んできた綺麗な水を流し入れてくれ。オッケー、どこやろ。あ、いい水がおる。レシル、桃色の花の種を見つけてきたんだ。これで3つの花が揃ったね。やっぱりビルダーは島に希望をもたらす存在だ。イニシエのビルダーも君も。ビルダーが絶望を振りまくという話は教団の嘘でした。絶望を作っていたのは教団だったんです。だがやっぱり気になるな、どうして島の連中はそんな話を信じたんだ。イニシエのビルダーが来てかつての大樹を作るまでこの島には何もなかったんだ。何もなかったけどみんな平和につつましく暮らしていた。でも大樹ができて人間は変わっちゃった。そっか、その話私も聞いたことがあります。作物や土地をめぐってたくさんの争いが起きた。怖いことや悲しいこともたくさん起きて、だから教団は大樹を壊してこう言った。大樹を作ったビルダーこそ島に絶望をもたらした悪だと。そんなことかよ、くだらない。大樹が枯れて絶望したのはそいつらの勝手じゃないか。
チアクやポンペ、ヒゲ。ヒゲだけヒゲ言うたろ。ドルトのことヒゲ言うたろ。今の島の連中はみんな立ち上がった。むしろビルダーとしてものづくりに目覚めさせたんだ。起きたことをどう受け止めるかは自分次第だろ。シドウさん、私はそう思います。さあレシルさん、大樹の完成はもうすぐです。設計図が仕上がったら花の種を植えましょう。で水をまく。オッケー、よっしゃ、オッケー、水汲めました。あれ、あ、来た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 。うわっ、あはぁ、大樹にきれいな水を流し入れてくれたのだな。これは凄まじいぞ。近くでは分かりにくいかもしれんが、水をたたえた大樹はなんとも美しい。心まで現れるようだ。このようなものを作るとは、我が輩はお主を誇りに思うぞ。さて、父として、兄として、時に母としてな。いやいや、そんな存在じゃないでしょう。村長になるんじゃん。ところでレシル、まだここだけの話だが、村長でしょ、すべてが終わったら我が輩はお主の空っぽ島に行こうと思う。共に緑を作る仲間としてな。いやいや、ここの村長にならんじゃん。島に移動したら村長はなられへんの。ええんやな。いいやな。レシル、遠慮はいらん。モンゾーラから出るときには絶対必ず我が輩に声をかけてくれ。念押しすぎやし。おっと、そうそう、設計図の仕上げとして命の原木を4つお主の手で置くのを忘れるでないぞ。置いた置いた、すでに。あるから、おじゃー、完成。よっしゃー、きた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 。最後の花をね、植えるんやろうな。すごいや、レシルが命の原木を置いてくれたおかげで最後の設計図が組み上がったね。ああ、私は信じられません。一心不乱に畑の柵を壊そうとしていた私、こんな巨大なものを作ってしまうなんて。ここまで長い道のりでした。いよいよ新しい大樹の完成ですね。おじゃー、邪魔しに来るぞ奴ら。さあ、最後の仕上げです。てっぺんにある命の原木の隣に桃色の花の種を4つ植えてください。 OK、 ここに植えるのね。 OK、 OK、 植えます。いっと、ウィー、いけたれ。ありがとう、レシル。桃色の花を咲かせてくれたんだ。とってもいい匂いがするね。これでお花も4つ揃いました。大樹はすべて完成と言ってもよろしいのでは？はい、ついにここまで来ました。どんなにこの日を夢見たことか。シャーコ、今だから言うが、お前のことすぐに根を上げるんじゃないかと思ってたぜ。シドウさん、言ったじゃないですか。島に緑を取り戻すことは私の夢だって。それにマギルさんも言っていました。夢を諦めちゃいけないって。ふん、夢か。夢夢うるさい奴らだぜ。とにかく僕たちついにやったんだ。これで新しい大樹が完成するはずだよ。来るぞ奴、来るぞ。モッセンちゃうかこれ。モッセン来るんちゃうかこれ。ヒババンゴ様。ババンゴ。